アルサンホビー動画チャンネルです。バンダイフィギュアーツゼロの新製品のご紹介です。超激戦エクスターバトル、ワンピースヤマト、雷鳴八家になります。こちらのモデルはこの写真にある完成品の、無稼働のフィギュアとなっています。こちらはちょっとイメージですけど、この試練を帯びたような、ちょっと表現にしておりまして、そういうところはこのエフェクトパーツがついておりますので、これで、再現がされています。そして、こちらの方が、中に入っている、フィギュアの方になります。で、この超激戦というのはですね、フィギュアーズゼロのかっこいい造形技術を集約し、キャラクターのバトルシーンを最もクールな瞬間を大胆な造形とエフェクトで再現するシリーズとなっております。で、こちらの、モデルですが、台を含みますが、高さが約16センチで、幅が約20センチで、奥行きが約、17センチの大きさになります。そして、細かく見ていきますと、この台の方にはこの、キャラクターのイラストや、この、こう線がこう引かれていまして、このちょっとこうスピード感を表現しています。で、キャラクターの表情は、戦いの中にありますので、非常に力強さを感じる、ようにでき作られています。で、服の方も、こちらの袴なども陰影をつけることによってすごく立体感を増しています。で、こういった紐の部分もすごく色が細かく色分けされています。で、髪の毛の方はこのグラデーションでこう非常にこう綺麗な、塗装がされています。そしてこちらの、エフェクトパーツですね、これがこの棍棒と絡み合ってこう試練をこうなんていうんですか、こうバッと出しているような、感じを、作っています。で、足元にはこの、雷雲を表現していると思うんですけど、こういった雲のような形の造形した、ものがついています。非常にこの力強さやこのスピード感を感じさせる、ワンピースのフィギュアになっております。ぜひお客様の、コレクションの一つとして加えてみてください。このような新製品も続々ご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。